オズの魔法使いは、1939年の映画、オズの魔法師をもとにし、アンドルー・ロイド・ウェバーとジェレミー・サムズが脚本を務めたミュージカル。映画版で使用されたハロルド・アーレント・エドガー・イップ、ハーバーグの曲及びウェバー作曲による新曲及び、追加曲、ティム・ライスによる追加歌詞が使用されている。2011年、ウエスト・エンドにて、ジェレミー・サムズ演出により、 2月7日からプレビュー公演が行われ、3月1日から2012年9月2日まで本公演が行われた。ドロシー・ゲイル役にダニエル・ホープ、オズの大魔法使い役にマイケル・クロフォード、西の悪い魔女役にハンナ・ワディンガムがオリジナルキャストとして配役された。火曜夜公演のみ、ドロシー役で出演していたソフィエヴァンズが2012年2月から本役となった。 2010年、リアリティ番組、オーバーザレインボーで、ドロシー役のオーディションが行われ、ホープが優勝、エヴァンズが準優勝となっていたのである。2012年、カナダでも、オーバーザレインボーで、オーディションが行われ、12月から2013年8月まで、トロント公演が上演され、その後、北米ツアー公演が上演された。2017年4月、オーストラリアツアー公演が発表され、 クイーンズランドパフォーミングアーツセンター内、リリックシアターで開幕し、シドニーキャピトルシアターで1シーズン上演された後、アデレードフェスティバルシアターに移行した。オズの大魔法使い役に、アンソニー・ウォーロー、北の良い魔女グリンダ役に、ルーシー・デュラック、西の悪い魔女役に、ジェマリックスが配役された。1900年に発表された、原作、オズの魔法使いの、 作者ライマン・フランク・ボウム自身により、1902年、オズの魔法使いとして、初めてミュージカル化された。悪い魔女やトトが登場せず、新たな登場人物が加えられるなど、原作を大まかに元にしている。シカゴで初演され、翌年ブロードウェイでも成功を収め、その後9年間に及ぶツアー公演も行われた。1939年、より原作に近い脚本で、 オズの魔法師として映画化された。大成功を収め、アカデミー賞において、アカデミー歌曲賞及びアカデミー作曲賞を受賞し、毎年テレビ放送もされるようになった。何度もミュージカル化されているが、映画使用楽曲を用いているのは2作品のみであった。1945年、フランク・ガブリエルソンが脚本を担当し、セントルイス・ミュニシパル・オペラが、オズの魔法使いを上演した。 小説を元にしているが、映画版の影響も受けている。音楽のほとんどが映画で使用されたものであった。1987年、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが映画の曲のほとんどを使用し、ジョン・ケイン脚本による、より映画版に近い、オズの魔法使いを上演した。どちらも成功を収め、アメリカ、イギリス双方で何度も再演されている。アンドルー・ロイド・ウェバー本作は、 アンドルー・ロイド・ウェバーにとって18作目のミュージカルとなった。1965年、ザ・ライクス・オブ・アス・デ・ウェーバーは、ティム・ライスと初めてコラボレートしていた。2作目となる、ヨセフ・アンド・ザ・アメイジング・テクニカラー・ドリーム・コート、後にヒットミュージカルとなる、ジーザス・クライスト・スーパースターとエビータのコンセプトアルバムへと続いた。以降、エリザベス2世。 生誕60周年でのスペシャルコラボレーション以外、1986年のクリケットまでそれぞれが他のものとコラボレートしていた。オズの魔法使い開幕にあたり、ライスとエイバーにとってウエストエンドでの上演は30年以上ぶりとなった。ウェバーと演出家のジェレミー・サムズは1939年の映画版をもとにミュージカルを制作し、ライスとエイバーは、 映画の使用楽曲に新曲を加えた。2010年、ウェバーはデイリーメール紙に映画版をミュージカル化するにあたり、映画版では二人の魔女が歌っていないなど、曲の追加が必要だと考えた年、ティームと私は解決方法を知っていたと語った。2011年、ウエストエンドにあるロンドンパラディウムにて2月7日に開幕したプレビュー公演の後、 3月1日に正式に開幕した。リアリティ番組、オーバーザレインボーで選ばれた、ダニエル・ホープが、ドロシー役を務め、タイトルロールの魔法使い役には、マイケル・クルフォードが配役された。オーバーザレインボーで準優勝であったソフィエバンズが、火曜の夜公演及びホープの病欠及び、休暇の際に出演した。ェの悪い魔女役には、ハンナ・ワディンガムが配役され、 2011年9月、大役であったマリアン・ベネディクトに交代した。2012年2月5日、ホープとクロフォードが交番した。2012年2月、エヴァンズがホープの後任でドロシー役本役となった。14週間、魔法使い役はラッセル・グラントが務め、2012年5月から閉幕までですオーコナーが配役された。ウェバーとビルケンライトがプロデュース、 ジェレミー・サムズが演出、アーリーン・フィリップスが振り付け、ロバート・ジョーンズが装置及び衣装を担当した。前売りで1000万ポンド売り上げた。2012年5月9日、500回上演記念を迎え、9月2日に閉幕した。2012年秋、カナダでダリン・ジョーンズ司会によるオーバーザ・レインボーが放送され、 マービッシュプロダクションによるトロント公演のドロシー役のオーデーションが行われた。2012年11月5日、視聴者投票により、ウィンザー大学の20歳の大学生、ダニエル・ウェードが優勝し、ステファニー・ラ・ロシェルが準優勝となった。2012年12月20日、エド・マービッシュ・シアターでプレビュー公演が開幕し、2013年1月13日、正式に開幕した。 魔法使い役は、セドリック・スミス、西の悪い魔女役にリサ・ホーマー、ブリキ男役に、マイク・ジャクソン、臆病なライオン役に、リー・マクドゥーガル、カカシ役に、ジェイビー・マクナイト、グリンダ役に、ロビン・エヴァン・ウィリスとすべて、カナダ人俳優が配役された。2013年8月18日、延べ50万人が感激した後閉幕した。2013年9月10日、 ネバダ州ラスベガスにあるスミスセンターにて西の悪い魔女役がジャックリン・パイロ・ドノバンに交代した以外はすべてオリジナルカナダキャストにより北米ツアー公演が開幕した2014年6月29日デトロイト・オペラハウスで閉幕した2017年11月4日クイーンズ・ランド州ブリスベンにある クイーンズランドパフォーミングアーツセンターのリリックシアターでオーストラリアツアー公演が開幕し12月30日からシドニーにあるシドニーキャピトルシアターで1シーズン上演されたオズの大魔法使い役にアンソニー・ウォーロー北の良い魔女グリンダ役にルーシー・デュラック西の悪い魔女役にジェマリックスが配役されたウィケット・オーストラリアプロダクションにおいてデュラックが グリンダ役、リックスが、エルファバ役を演じていた。10代前半のドロシー・ゲールは誰も、自分を理解してくれないと感じながら、カンザス州の農場に縁、おばさん、ヘンリーおじさん、犬のトトと共に暮らしている。不機嫌なミスガルチは、トトに足を噛まれたとして、保安官を呼ぶと脅す。ドロシーはより良いどこかに出て行きたいと考える。ドロシーは、農場から逃げ出し、何でも知っている。 マーベル教授に会いに行く。竜巻がやってきて、ドロシーは、急いで帰宅する。家の中でドロシーは、ベッドの角に頭を強打してしまう。竜巻が家を吹き飛ばす。オズに降り立つと、家が、東の悪い魔女を押しつぶしている。北の良い魔女グリンダはドロシーに挨拶し、この場所について説明する。グリンダは、マンチキンたちに出てくるよう呼ぶ。 小人のマンチキンたちは自分たちを困らせる魔女が亡くなったことに大喜びし、ドロシーとトトを歓迎する。グリンダはドロシーに亡くなった魔女が履いていた魔法の赤い靴を送る。このことが東の悪い魔女と姉妹の西の悪い魔女の怒りを買う。グリンダはドロシーにオズの魔法使いが帰宅の手伝いをしてくれると語り、オズの魔法使いの居場所を教える。ドロシーは オズの大魔法使いに会いにエメラルドシティに向かう。道中ドロシーは頭に詰め物しか入っていないことが不満なカカシと出会う。ドロシーは魔法使いがカカシを助けてくれるかもしれないと同行を提案する。二人は胴体が空っぽなことが不満なブリキ男と出会い、同行を提案する。西の悪い魔女はドロシーが赤い靴を渡さなければ、カカシに火をつけると脅すが、 ドロシーは拒否する。暗い森の中3人は自分の尻尾を恐れるとても臆病なライオンと出会う。ライオンもエメラルドシティを目指す一行に参加する。光が差してきて4人はさらなる障害に直面する。悪い魔女が広い野原に咲く消しに魔法をかけ、ドロシーとライオンを眠らせる。グリンダは魔法を解くため雪を降らせ4人は旅を続けることができる。 エメラルドシティに到着すると、ドロシーたちは門番に入れてくれるよう頼む。四人は大歓迎され、魔法使いに会うため、身なりを整える。赤い靴を手に入れられず、怒りが収まらない悪い魔女が、エメラルドシティに降り立ちさらに脅迫する。四人と、トトは魔法使いの部屋に入る。オズの大魔法使いは、胴体がなく、おどろおどろしい頭部だけで、こちらの望みを聞けば、 願いを叶えると語る。オズの魔法使いは、西の悪い魔女の宝器の柄を要求する。西の悪い魔女の住む城へ向かう、途中の森の中、四人はいかに宝器の柄を手に入れるかを相談する。四人は、ウィンキーの一団から身を隠す。西の悪い魔女の城では、ドロシーとトトを捕まえ城に連れてきさせるため飛ぶ猿を送る。魔女はドロシーを捕らえ、一時間以内に赤い靴を、 渡さないと殺すと脅す。ドロシーはかつてないほどに帰宅を絶望する。かかし、ブリキ男、ライオンはいかにしてドロシーを魔女の城から助け出すか話し合う。三人はウィンキーに変装して城に忍び込む。魔女とドロシーを見つけるが魔女に見つかりかかしが攻撃される。ウィンキーが持っていたバケツの水をドロシーが魔女にかけると溶け出す。 ウィンキーは城から自由になって喜ぶ。ドロシーら一行は宝器の柄を持って魔法使いの元に戻る。トトにより魔法使いの驚々しい顔はイリュージョンであり、魔法使いは普通の男性だとバレる。それでも彼はカカシニノをブリキ男に心をライオンに勇気を与えるが、それらはすでに持っているものであった。彼は気球でカンザスにドロシーを連れて行くと語り、 かかしに、オズの総理大臣職を、ブリキ男とライオンに大臣職を与える。気球が飛び立つ直前、トトが群衆の中に逃げ出し、追いかけたドロシーは気球に置いて行かれる。グリンダが現れ、ドロシーとトトには、自力で帰宅できる力を持っていると語る。ドロシーは皆に別れを告げ、お家が一番と唱えながら、かかとを三回合わせる。カンザスに戻ると、M。 おばさんとヘンリーおじさんはドロシーは頭を強打し、数日意識を失っていたと語る。ドロシーはオズでの冒険は、夢ではなく、本当だと主張するが、家にいることをとても幸せに感じる。M、おばさんとヘンリーおじさんはドロシーを寝室に休め、退出する。強風が吹き込み棚の扉が開くとそこには赤い靴が置いてあった。1939年の映画版で使用された。 ハロルド・アーレント・エドガー・イップ・ハーバーグの曲が多く使用されている。マーベル教授の The Wonders of the World、西の悪い魔女の Red Shoes Blues、魔法使いの Bring Me the Bloomstick、Farewell to Oz、ドロシーの Nobody Understands Me などの新曲が Weber と Lice により追加された。映画で使用され、本作に使用されなかったのは If I Working of the Forest, ザ・ジターバグである。2011年5月9日、オリジナルプロダクションによるキャストアルバムが CD およびデジタル配信でリリースされた。開幕公演では賛否両論であったが、デザイン関連、特殊効果、出演者、特にはディンガムの演技が称賛された。ありがとうございます。